私の話面白くないかも、なんか相手にね聞いてもらえないんだよねっていう悩みを持っているあなた、今日これを見てもらえればバッチリ解消します。皆さんこんにちは。結果を出す話し方のプロ、小紫真由美です。さて今日はね、自分の話し方に自信がない人、特にですね、なんか一生懸命話すんだけどなんかつまらないんだよな私とか、あんな風に人を引き込むような話し方がしたいっていう思ってらっしゃるあなたに朗報でございます。あなたの話がどんどん面白くなって相手をぐいぐいと引きつける、そんな話し方ができるようになる2つのコツをお伝えしますので、どうぞ最後までご覧ください。はい、最初にねちょっときつい言い方になってしまうかもしれないんですけれども、話があまり魅力的じゃない人、まあ面白くない人って言っていいんですかね、そういう方に共通していることがですね、表現がざっくりしているっていうことなんですよね。まあ、ざっくりしているってどういうことかというと、例えばね、映画の感想を聞かれた時にこんな風に返してないですか。あ、なんか結構良かったよ、あ、結構面白かったよ、あ、すごい面白かったよ、まあ、この程度の返しをしてないですか、うん、これどういうことかっていうと、まあ、一言で言うと表現力の乏しさということになってしまうんですよね。まあ、表現力ですから、例えば、まあ、語彙、ね、言葉の種類がもう限定されてますよね。面白かったとか、あんまり面白くなかったとか、まあ、期待以下だったとかね、まあ、本当に言葉の種類が限定されて、語彙が限定されてるので、それ以上相手が、まあ、イメージの広がりが持てないので、当然ね、何もあんまり心には響かないわけですよね。あ、そうだったんだっていう感じですよね。じゃあこのざっくりした表現っていうのをどうやれば人を引きつけるような話し方に変えられるかっていうことなんですけれどもね、今日2つお伝えしますよ。で、1つ目がですね、もう本当にシンプルなんですけれども、これ心がけてください。とにかくね、ざっくりあっさりした話し方っていうのは、まあ、つまらないにつながってしまいますので、このね、あっさりをなんて言うんですかね、しつこくってわけじゃないんですけど、とにかく詳しく話すってことなんですよ。詳しくて何かっていうと、よく 5W2H って言われるじゃないですか。いつどこで誰が何をっていう。映画の感想だったら、まあ、登場人物についてもう自分が見たこと、聞いたもの、伝わってきたものをとにかくめちゃくちゃ細かく伝えるってことなんですよ。これだけであなたの話が格段に面白くなります。で、例えばね、そうだな、なんか映画だとすると、全てを細かく詳しく喋るともう時間も限られているので、それ無理ですよね。じゃあどうするかっていうと、特に印象に残ったシーン、あなたが良かったと思うシーンを一つ切り出して、取り出して、そこを細かく述べてください。で、見たものをリアルに伝えてください。例えばね、そうだな、最後にね、もう本当にお互いに愛し合った男女が理由があって添い遂げることができない、ね、で、最後の最後にもう男性と女性がね、男と女が見つめ合うシーンがあるんだよねって言って、もうで、土砂降りの日、土砂降りの中で2人は数メートル離れたところで最後の出会いをするわけですよ。もうこれが最後のチャンスなんだっていう。その時にどうしたかっていうと、周りに家族がいるんですよ。だから、あ、相手がいる、愛しい人がいると思っても声をかけれない。で、2人は目で会話するんですよ。目の表情で、もう土砂降りだから、女性は車の中からこうやってもワイパーで相手の顔が見えたり見えなかったりするのをこう近づいて、相手の表情を目から読み取ろうとするんですよ、メッセージを。男性もそうです。男性は外にいるから土砂降りで、もう髪が雨に濡れてもう顔を覆ってるみたい。でも、もうそんなことを、髪型直すとかそんな気持ちの余裕がない。女性のことをこう本当滝のように落ちてくる、もう涙とね、 雨が一緒になってるかもしれないけど、その滝のように落ちてくる雨の中、女性の方をもう本当に心を込めて凝視するわけですよね。目で思いを伝えるって、うなずき合って、最後にね、その男性が笑うんです。なぜか分からないけれども、どんな気持ち、幸せになってくださいっていう気持ちかもしれないし、これで終わりだけどずっと愛してるよって、ずっと一緒にいるよっていうメッセージかもしれないんですけれども、その笑顔を見て女性はうわーって泣きながら、うんってうなずいて、それが最後。
でそれ何かというと、家族がね、あのちょっとお店に立ち寄ってて戻ってくるまでの間、たまたまそこにいた愛しい人と最後の瞳と瞳で見つめ合った会話ができるっていう時間だったんですよね。だからもう横に旦那さんが帰ってきてしまって、車のねドアを閉めて発車するので、もうそれが最後なんですよね。そんな別れのシーンなんですよ。もう見てるだけでめちゃくちゃ胸が締め付けられて、私も涙がボロボロ出たんですけれどもね、愛してるって伝えるのって本当言葉じゃないんだよね。もうこの目と目で会話できるで、それがねものすごい切なかったんだよねみたいな話。自分が見てきたもの、例えば切ないとか悲しいとかすごい別れのシーンが良かったなんて言わなくても、そこを細かく自分が見たものを詳しく喋るだけで、めちゃくちゃこの別れの切なさっていうのが伝わらないですか。そうすると映画を見てない人でも、まあ、ただしね今ちょっと事例なのでネタバレになってますけれども、映画を見てない人でも、わすごいな、それちょっと見てみたいな自分の目でって思ったりするわけですよね。これ本当にね、どうだったって聞かれてめちゃくちゃ良かったっていうだけでは伝わらないものなんですよね、うん、ですのでぜひね、自分が見たもの、聞いたもの、感じ取ったものをね、もう細かくめちゃくちゃ詳しく聞いている人が映像が目に浮かぶぐらい、本当にドラマをその場で見ているように語ることによって、相手の関心をぐいぐい引きつけることができて、あーめちゃくちゃいいねそれっていう共感をね呼ぶことができるってことなので、この詳しく喋るっていうのをぜひやってください、ね、これ別にあの映画の感想じゃなくていいんですよ。親戚の子がね可愛くてさってざっくり言うだけじゃなくて、例えばどんな風に可愛いのか、それを細かく喋る、ね、私が遊びに行くと、もう恥ずかしがり屋さんだから、もうまん丸の顔してて、目もまん丸で、瞳ももう黒い瞳でまん丸でクリクリで、ほっぺたが赤くてね、めちゃくちゃもうほんとムチムチしてて太ってて可愛い子なんだけどね、もうこれ詳しく語ってますよね。で、私が行くと恥ずかしがるっていうのも、これどんな風に恥ずかしがるのか、お母さんの後ろに隠れて、ね、ちょっとお母さんの足の間、もう股の間からこうやって私のことを見てニコニコ笑ってるんだよね。もうこれだけでも、私が行くとバーッと飛び出してくれるだけでも、喋んないんだよ。まゆみちゃんこんにちはって言わないんだけど、それだけでもウェルカムの気持ちが伝わってくるよねってことなんですよね。そういったところを言うんですよ。でね、恥ずかしがり屋だから私にね、帰りも帰らないでなんて言わないんだけど、ちょっとスカートの裾を、ね、引っ張ってね、手紙くれてね、バーッと走って行っちゃったんだけど、その手紙開くと中に、まゆみちゃんありがとう、また来てねって書いてあったんだよって言うと、その子のいじらしさとか、なんか本当に可愛らしさが伝わりますよね。可愛いって言わなくても伝わる可愛らしさは、その子がやってることとか、その子の見た目とか、そういうことから伝わりますので、そこを詳しく語るっていうことをね、ぜひやってもらえると、すごくあなたの話が面白くなると思います、はい、ということで、この一つ目のポイントは、とにかく詳しく細かくリアルに語るということでした、ね、表現力がもう倍増します。二つ目なんですけれども、この表現力を磨くためには、さっきね、やっぱり語彙が限定されてると話って面白くなって魅力に乏しくなるんだって言いましたけれども、この表現力を高めるためには語彙を増やしましょうってことなんです。で、じゃあどうするかっていうとですね、これも徹底的にパクるっていうことなんですよ。私よく TTP ですね、徹底的にパクるって言ってるんですけど、何をパクるかっていうとですね、上手だなって思う人の話し方とか表現を真似するってことなんです、まあ、パクるって言葉よくないですけれども、成長するため、学習の上で真似するっていうのは、これものすごく理にかなってる方法なんですよね。で、じゃあ話が上手な人どこにいるかっていうと、あなたの身の回りでいるかもしれませんし、先生とかね、あと先輩とかいるかもしれません、上司とか。で、もしくは一番いいのはですね、やっぱりラジオとかテレビ、今だったら YouTube もありますけれども、聞いてていいなって思う表現って、話が上手い人がする表現ってありますよね。あ、こんな言い回ししたことないなとか、例えば骨身に染みたっていう表現、あ、こういう言葉あるんだと思うと、骨身に染みるって書き出すんですよ。そこでメモをする、忘れちゃいますからね。メモをして、じゃあどうするかっていうと、ただ眺めるだけじゃなくて、できればその日のうちに、できればもう1時間以内に使う、うん、私こういうことを、こういう出来事があってね、本当にね、親のありがたさがね、骨身に染みたんだよねっていう風に使ってみるってことなんですよ。で、無理やりでもそういう使う場所を作り出すっていうのが、これはあなたがその多様な表現力を身につける上でものすごい大事なことですので、まずはね、集める、
いいなと思う表現を集める、テレビとかラジオから収集する、インターネットから収集して、そして無理やりでも使う場を作っていく。もうで同じ、できればね短いあの時間のうちに何度も何度も使うといいと思います。家族に喋ったり、ちょっとブログに書いてみたりとか、日記に書いてみたり、日記ですよね、人に迷惑かけないので、日記に何度もその表現使ってみるとかっていう風にするうちに、次第に自分のものになっていきます。で自分のものになるまで使ってみるということで、私はいろんな表現を身につけてきたので、これはもうね、あのぜひ自信を持っておすすめしますので、やってみてください。はい、ということで、今日はね、あなたの話がもうどんどん魅力的に面白くなるための2つのポイント、とにかく詳しく細かく、描写してくださいということと、表現力をね、語彙を、増やして表現力を高めるために、いろんな、ね、情報源から言葉を集め、それを使ってみましょうという話をしました。ぜひね、この2つを意識していただくと、あなたの話が格段に面白くなると思います。はい、ということで今日は以上です。結果を出す、結果の出る話し方のプロ、小紫真由美でした。